龍が如くゼロ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、まさかね、暗殺対象というか、お、なになに、パッシーくん、パッシーってなんだ、危ないのか、急に飛び出してきたろ。すいません、急いでたもんで。まあええわ、それにしてもそんな急いでどこ行くんや。コミです、そこの通りの。パシリーのパッシーかな。コミに行くのにそんな急いでんのか、はい、一刻も早くリップクリームを買ってこないといけないので。リップクリーム？そうです、リップクリームです。急いでるので僕はこれで失礼します。おいどうした、まさか今ので足痛めたんか。いや違うんです、実は今朝から少し足が痛くて。そう、なんかそれなら無理せんでゆっくり行けばやろう。それが走らないと間に合わないんです。どういうことや。とにかく急いでるのでこれ失礼します。あんな急いでリップクリーム買いに行くとは、あいつどんだけ唇カサカサ。そうなりますか、真島さん。ちょっとコンビニ行ってみようか。そこ？あ、大丈夫か、おい。うん、あそこで座り込んでるのは急いでリップクリームを買いに行ってた男やないか。大丈夫か。あ、いたたたたたた。おい、どうした？あ、この前っていうかさっきだよ。それが足の痛みがだんだんと増してきまして。おいおい、せいやから歩いていけって言うたやろ。そうなんですけど、でも、急いでたんです。すいません。お前どんだけ唇が乾いてたんや。足が、大丈夫か、薬でも持ち歩いていればよかったんですけど。薬で、薬か、回復薬をあげる。何を渡そう。タフネスエンペラーかな。ほら、これで大丈夫か。え、これ僕にくれるんですか。ああ、やるわ、ありがとうございます。この世界大丈夫なのか。なんとか痛み引かないよ。お兄さんありがとうございます、よかったな。ところで唇の乾き潤ってたんか。お、え、唇の乾き一体何のことですか。何のことって、お前あんなに急いでリップクリーム買いに行ってたやないか。唇がカサカサで限界やったからちゃうんか。ああそうじゃないんです、急いでたのは好きな女の子に早く買ってきてって頼まれたからでして。なんやそうやったんか、ほなあれはパシリの最中やったってわけやな。ま、そんなところですね。その子にはよくパシリを頼まれるんですよ。母、なんやお前、パシリは嫌ちゃうんか。全然嫌じゃないですよ。パシリを頼まれるっていうことは、彼女に信頼されてるって証でもあるので。いや。むしろパシリは、あの子に振り回してもらうチャンスだと思っています。そうか。その女にええように利用されてるような気もするが、ま、本人が幸せならそれでええんかな。それに、パシリを頑張り続けたわけで、知り合った当時は名字で呼ばれてたんですけど、今ではあだ名で呼んでもらえるようにまでなったんです。ほう、ちなみになんて呼ばれとるんや。パッシーくんです。アッシーにメッシーにパッシーね。嬉しそうに言うあだ名ちゃうやろ。それにしてもネーミングセンスはなかなかええ女のよ。ええかな。お前そのあだ名完全に相手から完全にパシリとして扱われとるんやないか。え、そうなんですかね。でも、たとえそうだとしても、やっぱり僕は、あの子は好きなんで。せやけど、そんなパシリされたら、お前の足が持たんやろ。それに、今の怪我も、痛みが引いただけで、まだ感知はしてへんはずや。そうですね。事情を話して、足が感知するまでの間は、ゆっくりパシらせてもらおうと思います。結局、パシリは続けるんかい。僕は、あの子が欲しがるものは何でも買いに行ってあげたいんです。それじゃ、もう戻ります。お兄さん、ありがとうございました。パッシー君が好きな子に尽くしてあげたい気持ちはわかるが、無理しすぎちゃうか。別にさ、なんかその好意とかをさ、そのなんだろう、損得感情に乗せる気はないんだけどさ、そのパシリとしてしかそれ以上の進展がないわけじゃん。それ続けんのって意味あんのかなって思っちゃうんだよね。まあでもあれかな、なんか推しに課金するみたいな、そんな感じか。一緒か、そんなもんか。
ああ、はたから見ればこれも無意なのかもしれんな。トイレとか行きたくなってどうするつもりやったんやろ。リさんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃ、あの話も全部聞いたの？ああ、長いことえらい目に遭ったんやな、お前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰めけど、コウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう。辛いこと思い出させたな。少しやけど、俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。その女や、かえって余計なこと言うたな。ああ、せや、腹減ったんとちゃうか。なあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るでな。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか？それならたこ焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。やっぱいい人だよな。はあ、敵の女は扱いは難しいわ。ま、とりあえず食いもんやな。たこ焼き食いたい言うてたか。よし、買いに行こう。たこ焼きか。たこ焼き食べたいな。お店のたこ焼きは食べたい。あんまりね、あのカリカリしたのとかは好きじゃないからね。やっぱ関西の普通に出店とかさ、あんなんで売ってるたこ焼きが一番いいんだよな。外で食うたこ焼きうまいよな。あんな誇りっぽいとめっちゃ配ってんな。近くない距離。そんな、そんなバンバン食う。あ、お、大丈夫か。
うまいこと言ってる？お兄さん。よ、トイレは間に合ったんか？はい。お兄さんがスムーズに注意を引いてきておかげっす。そうか、よかったな。しかし大勢の興味を引くってのは難しいもんやな。そうなんですよね。意外と簡単だと思われがちっすが、他の人の他人の興味を引くっていうのは難しいことなんす。ああ。ほんま芸人ってのはすごいと思うわ。いやー、そう言ってもらえると、芸人冥利に好きです。これ、ほんのお礼っす。受け取ってくださいっす。スタミナンロイヤルもらった。最初お兄さん、芸の才能あるんじゃないですか？そうか？そうっすよ。注意を引くと行動の選び方が上手だったっす。上手だったかな。最後のアクションパフォーマンスなんでトイレ行くことを忘れて足も見惚れちゃいましたよ。正直感動したっす。え、いやあれはパフォーマンスやのうて本当にすごかったっす。足もまだまだだなって思いました。これからも負けずに頑張っていきます。それじゃあお兄さん、ありがとうございました。これからもお互い芸を磨いて笑顔の花を咲かせていきましょう。あ、おい、俺は芸人やないんやってまったく変な男やったな。しかし人を笑わせるっていうのは難しいもんやな。なかなか熱い仕事やないか、芸人ってのも。まあ、どんな仕事もな、やっぱ極めてる人ってやっぱすげえなって思うよね。やってみると難しさってわかるよね。あの子どうしたんやろ。あの人、おじさんについていく女の子でしたか。浜田雅俊と山崎法政を足して2で割ったような顔してるな。あなたテレフォンカード持ってへん？俺カードコレクターなんだけど、店行けたら俺を弾むよ。ああ、なんか、あったな。最初はちゃんと集めてたんやけどな。次から次へと新しいのが手に入るから、最近は一度見たらそれっきりってことが多いんや。そんなんやったらいっそのこと、手に入れなくても見るだけでええんちゃうかと。それでええんかな。コレクター根性を巡り巡っておかしなとこになっとるの。その趣味、スパッとやめたらどれ？それはできん。テレフォンカードが乗ったら、俺は生きていかれへん。カードは俺の活力剤なんや。難儀な体やな。ま、見せるだけやったら別に構わんで。あ、けど、1枚1枚バラで見てもしゃあない。3枚1セットでないと、受け付けへんで。3枚1セット？ああ。同じ女の子でも絵柄ちゃうもんが、ABC の3パターンあるはずなんや。もし全部揃ってたらぜひ見せてくれよ。わがままやっちゃの。まあ、もしカードが揃ったら見せたるわ。いや、ないな。1枚2枚とかしかなかったはずだしな。いらっしゃいませ。お客さん、ちょうどいいとこに来たね。今なら出来たて熱々が食べられるよ。買っていこう。お、買っていくわ。熱々のたこ焼き。これでも、ああ、大事なものみたいなとこに入るのか。冷める前に食べてみてな。よっしゃ、熱々のたこ焼きこだね。ほな、冷めうちに急いで女の子に戻らんだな。たこ焼きか。道頓堀に、なんか、なんだっけ。うわ、やっべ。道頓堀にあったよね、なんか。なんだっけ、出店みたいな感じで出してるとこで。あれ、やべえな、どうしようかな。多分勝てないもんな。だったら、こっち、あ、こっちから、ホーマは、何して、よっしゃあない。やるか。おら、入れて。ちょい。よいしょ。ほい。ういいちょよいしょい、ちょ待ってよいしょい、ほらちょよいしょい、いった。最後はこれでいこう。いった。もう、わしがアホやって、いかんねんや。よしよし。それは、お
阪か。大阪っていうか道頓堀のあたりも全然行かなくなったな。昔はね、あの辺でもないか、日本橋か、日本橋に小田ロードっていう電気街があるんだけど、あそ、将棋は俺できないからね。あそこら辺にね、おほほいって感じだね。あの辺に行くついでに道頓堀になったわけじゃないの。昔はね、なんかドッグカフェとかが、とか、あと釣り堀があって、あそこ。そこ目当てで結構行ってたな。ドッグカフェがね、散歩もできるっつって言ってたんだけど、さすがにね、あんだけ観光客がいるとこで犬の散歩はちょっとなって思って、やってないんだけど、ドッグカフェはほんと良くて、餌とかもあげられたんだよね。暴走族を殴りながらする話ではない。よいしょ。はい。いってえぞこれ。うまい。おら。よし、あと一人かな。はい。これでもさ、よしって思ってさ、帰るぞって思って自転車、犬が自転車さ見たらぶっ壊れてたらめちゃくちゃショックだよな。ショックとかいうレベルじゃないよね。あ、ここちゃうわ、こっちか。よし、熱々のたこ焼き凍ってきたで。俺で飲んのも少し落ち着いてくれるとええんやが。おう、凍ってきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。でも、お腹空いた。それでええんや。人間、腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。爪楊枝ちゃうんか。あ？あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそう。な？あうか。お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。残念。少しは笑えるようになったか。うん？何やお前、時計しとるんか。あ、そうね、見えないよね。見えんのに、けったいなやっちゃ。まあね。でも、かわいいでしょ。せやから、見えへんのやろうちゅうとるやろが、まったく。わかってるよ。でもね、これ、
オルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くって癒されるんだ。ふん、どないな音や。今は鳴らない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって。だからわかってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら私は本当に。お前。でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。え？捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっといつかええことある。いつかいいことか。うん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい、いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私、強くなる。強くならなきゃ。直しに行ってやるのかな。アゼア、まだ言うとらんかったけどな、リーノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。うん。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らない。そうか、佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるん？あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれや。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。目が見えなくて置いてかれんのめっちゃ怖いだろうな。せや、グランドに顔出すついでに山形藩が言ってたキャバクラの視察でもしてみようかな。この近くやと、方眼寺横丁方言方、方眼寺横丁の方にある。あれやろか、ちょっと寄ってみようか。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。
それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。